第26回赤川花火大会、いよいよグランドフィナーレのスタートです。総打ち上げ幅700メートルのウルトラワイド空間、存分に使った花火が、今年の行く夏を惜しむ最後の最後の花火が、まもなく打ち上がろうとしています。子どもたちに笑顔を送りたい。2011年から3年間、宮城県、福島県、岩手県の子どもたちを赤川花火大会に招待し、私たちにできる心の支援を行ってきました。修学旅行ができなくなったものの、赤川花火大会で笑顔になった子どもたち、避難指示から離れ離れになった友人たちと、ここ鶴岡での再会、鶴岡の子どもたちと交流を行い、一緒に合唱した歌、私たちが希望の光に込める思いは、子どもたちの笑顔、未来への宝物です。すべての方が笑顔になれるように、そしてすべての方の幸せを心から願い、ここ鶴岡の夜空から希望の光る花火が壮大に、そして力強く皆様を照らします。その星からは庄司久子が担当しています。さあ上がりました。高く高く、敵は高く、今日の打ち上げの中で最も高く上がった大事に大事に一つ一つの花が開いていきます。オレンジ色の光が開いた瞬間に長い筒形が一つの花火、一つの花火が、そしてもっと大きい指示が、まだまだ増えています。まだまだ増えます。いよいよ鮮やかな花火が、鮮やかな星がゆっくりと観客席に向き向かっています。打ち上げ幅がだんだん広くなっていきます。これが700メートルウルトラワイド空間、赤川花火大会です。光の噴水が観客席の前から左右に大きく広がっていきます。さあ一筋の光がどんどん天空に、月に届くようです。今決まった一気に差し40秒、まだ上がります。高い高い高い、まだ上がる。1、2、3、4、40秒、オレンジ色のスパンコールがていきます。風がまた穏やかになりました。さあ4本の光は穏やかなオレンジ色、穏やかなオレンジ色が砕けています。これは
花火の色です。穏やかなオレンジ色。宇宙の花火は日本という国が戦国時代から平和になった時に初めて考案されたのだそうです。まさに今夜の花火は平和の象徴です。見てる子供たちは、きっと大きな大きな夢を持ち続けるでしょう。そしてゴーという轟音、岩崎さん、岩崎さん、はい、どうぞ。ジャスミン星でございます。もうリポーターとしては失格かもしれませんが、もう感無量で言葉が出てきません。
素晴らしいエンディングの花火でしたね。待った甲斐がありましたよね。もうすごいです。そして僕は今日一日この現場にいるのですが、皆さんの人と人との距離がだいぶ縮まっているような感じがしました。エンディングで抱き合う方、手と手をつなぐ方、肩を抱き合う方、本当に花火の魅力って人と人とをつなぐ、そして距離を縮めるものだなと改めて感じることができました。本当に幸せな時間でした。以上、吉見生でした。はい、ありがとうございました。同じ思いを